M305mm 榴弾砲、M305mm 榴弾砲とは、第二次世界大戦中にアメリカ軍が開発した軽量の榴弾砲である。M3 榴弾砲は1941年から開発が開始され、1943年に完成した。この砲は、M2A-1105mm 榴弾砲の方針を短縮化したものを、 M175mm 榴弾砲の中体複雑と M175mm 榴弾砲用の M3 開脚式砲がを組み合わせて作成された。このため、M2A1 榴弾砲と同一の砲弾と薬卿が使用可能であり、M175mm 榴弾砲よりは重いが火力に勝った。M3 榴弾砲は主にヨーロッパの西部戦線において、 空挺部隊の野戦砲兵連隊に増強された一個大隊に配備されたほか、不評連隊の砲中隊に配備されて、不評法的な運用も行われた。太平洋戦線における運用は確認されていない。大戦終結後は、韓国陸軍に供与され、師団砲兵として、朝鮮戦争を戦った。しかし元来軽流弾砲に過ぎない、本砲は、 より本格的な火砲を多数保有する北朝鮮軍の砲兵隊に圧倒され、大した活躍はできなかった。諸言作動機構性能砲弾、創薬運用士、ありがとうございます。